日立アステモリバール対黒部アクアフェリー、両チームに大きな拍手をお願いいたします。勝利いかがですか？開幕戦ですごい硬さだったりいろいろ緊張する部分もあったんですけど、いろいろメンバーチーム全員いろいろメンバー変わりながら協力して勝てたのでとても嬉しいです。そのフルセットの中、勝負の決め手となったポイントはどのあたりになりますか？
すごい苦しい場面でサーブレシーブがちょっと崩れてしまったりっていう場面もあったんですけど、センターだったりセンター以外のみんなが結構トスを持っていってそれでアタカが打ち切れてたのかなというふうに思います。その苦しい中ですごく躍動してました、ものすごいポイントを決めてくれましたが、久保選手明日も試合があります、皆様に一言いただけますか。明日は NEC さんのホームゲームですごいアウェーな試合になると思いますが、自分たちもそのアウェーの中でも、皆さんの応援を力にして絶対勝利したいと思いますので、ぜひ明日もご声援のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。勝利を収めた日立アステラス大場選手にお話を伺いました。ありがとうございます。